銀河鉄道三九九や宇宙戦艦ヤマトなどで知られる漫画家の松本零士さんが十三日急性心不全のため亡くなりました。八十五歳でした。絵というのは心で描くものなんですね。まだこれからもあのいっぱい描きたいと思っておりますのでね。 松本さんは福岡県出身で、若者の貧しい下宿生活を描いた男を挑んで人気となりました。制作に深く関わったテレビアニメ、宇宙戦艦ヤマトは、後にアニメブームを巻き起こしました。その後、銀河鉄道3-9や宇宙海賊キャプテンハーロックなどで、SF 漫画の第一人者としての地位を確立しました。後日、お別れの会が開かれる予定です。